はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西のバカですね。バカ。はい、これ猫の立体なんちゃらかんちゃらです。はい、浮世絵立体すいません、読めない。歌川国芳、猫の立体浮世絵美術館、猫ばかり、猫の絵をこう立体化ですね。国吉さん、歌川国吉さんの猫の絵を立体化。じゃあ参ります。パッパッパッ。はい、いた、爪いった。猫っていうことは分かってますんでね。パッパッ。はい、あ、違う猫ですね。よかったよかった。あ、こういうものですね。はい、ね、国吉の猫です。国吉って書いてありますね。はい、ね、ネズミよけの猫。あ、僕当たったのはこれですね。ネズミよけの猫で、猫松山、これも当たりました。はい、猫キューベ、猫も食わぬ、猫も食わぬ、いいですね。で、最後、踊る猫股、これもいいですね。ああ、これもいいな。踊る猫股、いいですね。踊る猫股欲しかったな。まあ、とにかく見てまいりましょう。なかなかいいじゃないですか。ネズミよけの猫、これね、猫松山。はい、ね、猫よけ、ネズミよけの猫ですね、こっちはね。うん、割とふくよかな猫ですね。うん、で、猫松山、着物を着てるんですね。ね、ちょっと艶っぽい感じのね。うん、いでたちで猫松山。うん、猫は人間の身近な存在であり、江戸時代の絵師たちにも魅力的なモチーフの一つでした。歌川国芳も猫の魅力に取りつかれた一人で、多くの作品に様々な姿で描かれた猫たちが登場しています。名画そのままに再現された愛らしい猫たちの姿をお楽しみください。はい、絶世の浮世絵師歌川国芳が描いた猫たち。あ、対になってるんですね。この猫松山と久兵衛は対になってるみたいですね。ね、これこういう風にね。踊る猫又欲しいな。っていうか全部欲しいな。ね、もうないかもしれない。もうなかったかな。うん、置いてなかったかな。もっとやっときゃよかった。まあまあ、すみません。いいですね。うん、いいですね、こういうのね。人間じゃなく動物を描いた感じのね、いいもんですね。うん。まあ、ちゅうことで、はい。すみません。まじまじじゃ、まじゃ。